お餅みたい、うん、うまい子あげる、うまい子あげるもん。あげるわ。頑張ろう。おいしい。頑張ろう。頑張ろう。うん。何を？頑張ろうといえばさ、うん、バレーボールが最近さ、うん、開幕するじゃん。ほんとだあれ、今年ってどういう仕組みでやるんだ？お互いの体育館がある場所とか、うん、ホームの都市とかでやるようになってるから、うん、今まで以上に、うん、今はホーム、うん、今は相手の方みたいなのが強くいくから、うん、しかも2連戦、うん、2連戦同じところで、あ、そう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 、それやりづらくない？嫌じゃないですか？嫌だ。嫌ですよね、うん、だって昨日負けてたらさ、うん、同じところに同じように負けちゃうかもしれないし、うん、私的にはすごい嫌です、そのやり方は。わかる。私も選手としてもちょっとやりづらいけど、応援する側っていうか、こう家族が言ってたんだけど、うん、なんか私鹿児島じゃん、鹿児島から東京に行くのに土日同じチーム、うん、同じ試合じゃないけど、同じ試合じゃないよ、同じ試合じゃないけど、もうちょっと、え、また同じチームかみたいな、うん、確かに。だから違うチームと2度美味しいんで、うん、1回って2度美味しくて、いろんなところ見たい、ね、そう、いろんな選手を見たいっていうのも、うん、ああ、その意見でも聞いてる、家族に聞いてるからこそ分かる意見ですね、うん、そうなの。そうかも、そう言われてみたら、ああ、そう考えるのかって思った。だから今までだったら、うん、例えばじゃあ今週はどことどこ、そうで、そこで2試合ずつとか、うん、3試合ずつとかやってたのに、うん、もう1日その体育館で1試合のみ、うん、で次の日も同じ対決です、うん、みたいな、うん、そう、なんか確かにそれはファンの人からすると、うん、いろんなチーム見たかったり、うん、自分のね、推しのチームだったらもうそこに行くしかないですけど、うん、確かにそれはね、どうなんだろうね、他の人たちはね、うん、どう思ってるんでしょうね、どう思ってんだろうね。まあ、でも毎年結構いろいろ変わってるよね。行ってってる、全然やり方も違うし、うん、だって応援団がさ、いない時もあるじゃん、ホームアウェイの時はさ、うんうん、あれってどうなんだろうね。やりづらいんじゃない？やりづらいよね。自分たち決めても何にも盛り上がらないんですよ、相手だけ OK みたいな。それって海外では普通なんでしょ？普通ですね、うん、じゃあそっちに慣れていかないといけないのかな。でもそれで慣れた方が最初の時やりやすいかと思いました。そうだね。海外の時なんてもうなんかブーイングやら、こういうペットボトルとかめちゃくちゃ飛んできますから、こう。それはね、衝撃的だった。そうだよね、日本じゃありえないからさ、こうペットボトルプロンってくるじゃん、うん、自分でこうしようの投げ返した、私はその時危ねえなとか言って本当に、え、すごいんだけど投げ返した、ちょっとっつって普通になって、コートの中にさ、ダメでしょそんなの。ダメよ、中身は入ってなかったから、まだ優しさがあったかもしれないけどね。ダメ。でもダメじゃん、まあ、でもね、私が今期注目してるのは、うん、助っ人外国人です。お、ちなみに、まあ、ね、オリンピックが終わって、はい、次の年ってなんか微妙に中だるみはしないですけど、うん、一段落感があるじゃないですか。あるある。オリンピックが終わった年のリーグ、うん、そこで今回来てる外国人選手、なんかもう一回そのギアの入れ方みたいなのに注目したくて、で特になんかね、アメリカ人の選手が多いんですよ。ほう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 。アメリカといって優勝しましたもんね。優勝したの。いや、よかったよ。いや、まだずれる話がずれる。ずれる話やー言ってんのに、うん、そう、すぐオリンピックの話になっちゃう。そう、まあ、今年のリーグですよ。うん、そう、私のリーグでしたよ。あんまりさ、なんかさ、バレー界だとあんま順位予想ってしないじゃないですか。しないね。なんかさ、プロ野球とか J リーグとか、なんか開幕前に解説者の人がこう順位予想ってするじゃないですか。ちょっとやってみよう。行こう。やっぱりね、ここはほら、前回王者、前回前々回王者ですから。そう、2連覇3連覇かかってるからね。そう、今回も、まあ、外国人選手もドルーズで多分一緒なんで、うん、メンバー的にはそんなに変わらない。あの小川のお姉ちゃんが引退したよね。引退、そうだ、ミドルが抜けたんだ。そう、でも最後の優勝ファイナルは小川のお姉ちゃん出てないから小川のお姉ちゃんちゃんと出してください。小川のお姉ちゃん連覇してたけど最後に負けてしまった。そうだ、レギュラーラウンド全勝して、最後の最後に、まあ、JT にね、そうですね、負けてしまって悔しい思いを多分してるんで、はい、してますね。そこを今シーズンはどうなるか、はい、OK、
結構見たいな、うん、そう私は、ね、私個人的には、うん、BFU がね、うん、まあまあ人取ってるんですよ。BFU 誰か行ったよね。ナベヤ選手でしょ、田原愛理選手でしょ、セッター、伝送セッター、その2人が伝送から行きました。岡山から渡辺さなえちゃん、うわすごいなが行ってて、でそこ私意外だったんですけどね。そうだね、全く逆だからさ、チームカラーが。大丈夫かな、なんか BFU 行っちゃって大丈夫、この辺なになっちゃわないかなって心配はあったんですけど、うん、すごくみんなと仲良くやってるみたいで、でバルデスメリーサちゃんですよ、新人の。そうだね、あのサマーリーグでも大活躍してたんで。そうだね、なんか賞もらったよね。そうフレッシュメスバーガーじゃなくて、バレちゃう、フレッシュ賞みたいなやつ。私的にはその育成にすごく注目してます。坂本監督がどこまでやってくれるか。じゃあ順位予想しましょう。いやむずっ。最初に順位予想するじゃん、うん、でまた中旬にまた順位予想しようよ。あそうですね、うん、ちょうど中間ぐらい。そうそう、だから年内ぐらいに。そうでまた後半戦どうなるかって、うん、優勝チームね、うん、優勝チーム、せーの、うん、すごい、2人とも NEC になりました。なんで、え、なんだろう、やっぱバランスがいい攻守の、やっぱ戦力も補強した部分もあるし、ね、上位というか、まあ優勝するんじゃないかって、うん、JT に対抗できるところって考えて、なんかそのバランスもいいけど、この我慢とかもできそう。いこう、よし、いこう、せーの、わあもう面白くない、うん、JT ですね、まあ、順当ですね、ここまでは、はい、ちょっとね、ここはやっぱり硬いかな。でも1位じゃないんだ。そろそろ負けるんじゃないかって。なんか勝ち続けるし、あまりプレッシャーに思わないっていうように、チャレンジャーだって去年も言ってたけど、そういう思いでは必ず来るけれども、やっぱりそれが毎年続くわけでもなくって、でも絶対いいところまで行くと思う、経験があるから。なんかね、私は久光にいる時に2連覇して3連覇目にガッタガタになったんですよね。それを思い出しました。まあ全然違ったと思うけど、やっぱ同じチームなのになんでってなる時が来るんですよ。そう、やってること、やってることというか、なんかメンバーも一緒のはずで、志してるとこも一緒なんだけど、やっぱそれほど勝ち続けてるってことは、他のチーム全部がここを倒しに来てるんで、3年目にしてちょっとこう他のチームは NEC がいけんじゃないかっていう予想。え、もう決まったの？決まった。適当で言って分かんないんだから本当は。いやマジで分かんない。せーの、せーの、あげようです。え、私もそれ行きたかった。いいんだよ一緒でも、だって拾えるでしょ。外国人誰分かんない。私がちょっとこっちに行こうかな。行ってる。おー、 おー、いいね。はい、去年見ててすごいいいバレーしてたなっていう印象があって、でもここっていう時に本当に決める人があんまいなかった、だからもったいなかったし、結構フルセットが多かったのかなっていう。今回外国人選手、まあいい選手、オランダのね選手が来てると思うから、どんな感じの、うん、チームになってるのかちょっと楽しみ。私は去年多分5位で、一昨年は3位なんですよね。だいたいその辺で結構ね上下してるから、そろそろ上来るんじゃないかなっていう、1、2、3位入ってくるんじゃないかなっていう。せーの、おー、おー、第4位でございます。私は久光ですね。結構リサとかナナとかこう引退された方が多いから、うんうん、ちょっと難しいのかなって思うけど、圧倒したいっていう思いを込めて今シーズン戦ってもらいたい。なんかすごいなんか雰囲気は良さそうですけど、なんか見てると、あとなんかビジュアル、結構こうビジュアルな感じ、あ、めっちゃ良かったね、うんうんうん、先走ってますよね、うんうん、いい、うん、そういうのいいよね、うん、なんだろう、若い選手がすごくあの弾けてる感じが、そういう印象が人たちはあって、で経験も積んできてるから、上げよう同様そろそろこういい結果になる気がして、うん、っていう予想です。せーの、おー、普通にいいと思う、うん、ただそのやっぱメンバーが揃えばっていうところがあるので、そこの懸念も兼ねて5位です。せーの、本当はもっと上を予想したかったけど、きっとこれ以下にはならないだろうっていう。
ギリギリ最低ライン、うん、リプレッシャーをかけてるわけですね今。違う、そういうことだよね。違う、多分もっと上に行くと思うし、あのもしかしたら去年以上に力を発揮する可能性がある。はあ、もしかしたら優勝する可能性もある。お、本当にそのこっちかこっちのなんていうの、ワンワンっていう、うん、どっちに入るの、犬犬犬なんかワンちゃんいましたけど、どっちに触れるか、もうこの幅が広い、もうみ、わかんない、私こう応援してる、頑張れっていう。いいからそう好感度上げなくて、もう違う違う、あのね、もうちょっとなのよ、だから分かるよね、見てる人は。もうちょっとなのよ、ファンの人は分かってくれるんじゃないですか、うん、見てるから。でもね、そう甘くない。まあそうですね、はい、さすが。さっきも言いましたけど、たくさん人を取ってます、まずそして新旧のメンバーがどう噛み合うのかみたいなところが私は見たい。だ上位に行ってほしい。はい、行ったことないから、せーの、もうここでしょ、もう言ってますね、はい、楽しみ、ここは楽しみです。チームもまとまりいけると思う。なんかこのぐらいの順位でもがき苦しむんじゃないかっていう予想ですでもまあ、岩坂ザヤスらへんのこう上で引っ張る選手がいなくなってどうなるかですね。石井ちゃん、野本ちゃん、長岡ちゃんに期待してます。私はせーの、なんだかんだやっぱりこう疲労チーム、やりづらいチームっていうのを徹底してくると思うから、やっぱこれだよね、日本のバレーっていうのを今年も期待してるし、どのチームも苦戦すると思う。ここの岡山シーガルズには嫌だと思う。せーの、連想はね、去年4位なんですよけど、結構移籍が多かった、出ていく選手が。でも大卒の選手の活躍が今年はなんか去年以上に期待できるなって思って、そこがなんかどう出るのか、兄の采配を楽しみにしてます。いいと思う、大事。せーの、おお、いろいろ抜けた方も多々いる中でどうチームをまとめるか。でも熱い選手が多いチームだと思うし、その熱さをエリカさんがいたからこそ学んでる選手が多いと思うから、苦しい時上がり方を知ってる選手がいるんじゃないかなと。いいですね、若いセンスが、センス若いセンスでセンス、いいセンスの持ち主が多いので、私はあの後輩2人入ったので、ちょっと試合に出るんじゃないかなって思ってるんで、大卒1年目の選手に注目しております。せーの、はい、最初はもたついたとしても、後からこうしっかり地盤がみんな踏んで巻きながらも自分たちのバレーが見えてきそう。チームとして踏ん張るデンソーエアリービーズだから、こう見応えはすごくありそう。なんか書いてあるのかな何も書いてないよ、何も書いてないよ。ラスト、はい、チャリン、黒部アクアフェアリーズさんでございます。はい、なんかどっちかというと消去法みたいな感じなんですよね、最後に。そう、なんでっていうのはないんだけど、開けてみないとわからない。すごいよね、ほんと。ちょっと上リーグ、はい、皆さんあの他のスポーツに負けてられないので、ぜひ会場に足を運んでいただいて、感染対策もっちりしておりますので、ぜひ会場で見ていただきたいと思います。私たちもたまにどっかの大会に出現しますので、それを楽しみにご覧ください。今日もありがとうございました。イエーイ、バイバイ、イエーイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。